こんにちは、歴史探究者の皆さん。今日も一緒に日本の歴史を深掘りしていきましょう。今回の動画の目的は、江戸幕府がどのようにして全国を支配したのかを理解することです。この単元では、江戸幕府の成立とその対外関係に焦点を当て、中世から近世への転換期における社会の変化を多角的に考察します。江戸幕府の成立。江戸幕府は徳川家康によって1603年に設立されました。この新しい政権は大名と呼ばれる地方領主を統制し、その領内の政治の責任を大名に負わせる形で全国を支配しました。この時代は日本が一つの強固な中央集権体制へと移行する重要な時期であり、それまでの戦国時代の混沌とした状況から一変、一定の秩序が生まれました。江戸幕府の成立は徳川家康が関ヶ原の戦いで勝利を収め、天下を掌握したことに始まります。家康は、その後の数年間で、巧妙な政治戦略を展開し、全国の大名を自身の支配下に置くことに成功しました。このような政治的な動きは、日本の政治構造を根本から変え、新しい時代を迎えるきっかけとなりました。大名統制。幕府は様々な政策を用いて、大名を統制しました。例えば、参勤交代制度を導入することで大名を江戸に呼び寄せ、その家族を江戸に残すことで大名の反乱を防ぐ工夫をしました。この制度は大名が自身の領地と江戸を行き来することを義務付けるもので、これにより大名の財力を消耗させ、反乱の可能性を減らしました。また、幕府は大名に対して領地経営の責任を強く求めました。大名はその領地の治安維持や経済の安定を図る役割を担い、幕府からの指示を受けて各地で政策を実施しました。これにより、幕府は間接的ながらも全国の支配を強化しました。鎖国政策。江戸幕府は外国との関係を制限する鎖国政策を採用しました。これにより、日本は長い間外国との交流が限られる時期を迎えました。しかし、これによって国内の平和と安定が保たれました。鎖国政策は、外国の影響を排除し、日本固有の文化や価値観を保護する目的で行われました。ポルトガルやスペインなどのヨーロッパ諸国からのキリスト教の影響を警戒し、幕府はこれらの国との交流を制限しました。さらに、オランダや中国との交易も、長崎という一点に限定して行われるようになりました。社会の安定。幕府の政策により、日本は大きな戦乱のない時期、いわゆる江戸時代の平和な時代を迎えました。これは中世の武家政治とは異なり、近世への転換期として特徴づけられます。この時期には、文化や芸術が花開き、多くの名作が生まれました。浮世絵や歌舞伎、文学など、江戸時代の文化は非常に豊かで多様でした。また、庶民の生活も安定し、商業や産業が発展しました。このような社会の安定は、幕府の巧妙な政策と、それによって生まれた経済的な安定に支えられていました。幕府は農業を基盤とする経済政策を推進し、農民の生活を安定させることに努めました。また、幕府は商人や職人を保護し、産業の発展を促しました。まとめ、江戸幕府は大名統制や鎖国政策などの政策を用いて全国を支配し、長期間にわたる平和と安定を実現しました。この時代の政策や社会の変化を理解することで、中世から近世への転換期における日本社会の深い理解が得られます。皆さん、今回も一緒に歴史の旅を楽しめてとても嬉しいです。江戸幕府の成立とその対外関係について深く探究できたことを願っています。次回もまた新しいテーマで歴史の探究を行いますので、ぜひお楽しみに。それでは、さようなら。